タイムアウトは、スポーツにおいて、競技を一時停止し、その間に、作戦競技や水分補給、治療、選手交代などを行うことである。主に試合時間のある、団体競技で制度化されている。単に、タイムとも呼ばれる。大きく分けて、チームに一定数与えられ、そのチームが必要に応じて使用するものと、審判員などが試合を止める必要がある場合に、取られるものがあるが、 競技では前者を指す。また、テレビ放送におけるコマーシャルタイムのために取られるものもある。基本的にコーチが審判に請求し、認められて初めて成立する。競技によっては選手が請求できる場合もある。タイムアウトの取り方次第で試合を左右するとも言われている。バスケットボールの場合、タイムアウト回数や請求できる競技者が連名によって異なる。 なお、以下の記述の、ピリオド、クォーターは、各連盟の公式ルールに順じて使い分けているが、基本的に同義のものである。フィバルールでは、前半2回、後半3回まで取ることが可能である。ただし第4ピリオド残り2分以降は、最大2回までに制限される。延長戦は1ピリオドにつき1回取れる。時間は60秒。コーチの未請求可能。 NBA NBA ルールでは、タイムアウトの時間は1回75秒で、1試合、両チーム7回ずつ取ることができる。第4ピリオドでは各チーム4回までで、その残り3分以内では各チーム2回まで、延長戦は各チーム2回まで、ボールを持つ選手の未請求可能。また、各ピリオド残り7分及び3分となった後最初に、ボールがデッドになった際、 強制タイムアウトが行われる。2016から17シーズンまでは、各、ハーフごとに20秒タイムアウトが1回ずつ取ることができるのに加えて、ゲームを通じて6回ずつ1分間のタイムアウトを取ることができた。ただし第4クォーターでのフルタイムアウトは3回。延長戦では3回まで、フルタイムアウトが取れた。 カレッジバスケットボールアメリカのカレッジバスケットボールでは各ハーフに75秒タイムアウトを4回ずつ30秒タイムアウトを2回ずつ取ることができる。コーチ、選手いずれも請求可能。B リーグ B リーグではフィバルールのタイムアウトに加え第2.4クオーターの競技時間5分経過後初めてボールがデッドになった後に自動的に90秒間のオフィシャルタイムアウトが 実施されている。チームタイムアウトが同時に申請されていた場合は、オフィシャルタイムアウトが優先。B リーグの前身リーグでは、以下のルールが敷かれていた。アメリカンフットボールでは、前後半それぞれ3回ずつ取ることが可能である。時間は90秒。その他、怪我をした選手が出た場合や、インスタントリプレイにより判定をする必要がある場合など、審判による、 レフリータイムアウトも存在する。アメリカンフットボールでは反則があった場合やパス不成功となった場合、あるいはランプレーパスプレーでボールを持った選手がアウトオブバウンズに出た場合などを除いて時計は止まらないのでタイムアウトの取り方は戦術上重要なものとなっている。ディフェンスがタイムアウトを取るケースとしては得点機会を与えないために 相手チームがプレーを長引かせ無駄に時間を費やそうとすることを阻止するためのものがある。また、フィールドゴールが蹴られる前に、キッカーのプレーへの集中を妨害するためにタイムアウトが使われることがある。バレーボールでは各セット2回ずつ取ることが可能である。時間は30秒。ラリー終了時に監督が請求することでタイムアウトとなる。また、 第5セット以外では両チームのいずれかが8点と16点を選手した場合に自動的にタイムアウトとなり、これをテクニカルタイムアウトという。テクニカルタイムアウトは60秒であるがコマーシャルタイム確保の施策であるため放映権を持つテレビ局が要請すれば時間変更もか。タイムアウトに入るケースとしてはブレークを取られた側が、 作戦を練り直すために取ることが多いが、稀に、ポイントを取った側が使う場合もある。ビーチバレービーチバレーでは1セット1回まで取ることが可能であり、最高で60秒の連続も認められる。両者の得点の合計が21点になった場合に、テクニカルタイムアウトが取られる。さらに故障者が出た場合のインジュリータイムアウトが1人1試合1回5分間認められる。アイスホッケーでは、 それぞれのチームに30秒のタイムアウトが1回ずつ与えられている。タイムアウトを取ることができるのはプレーが止まった時だけである。国際ルールでは一方のチームがタイムアウトを取った際にもう一方のチームがタイムアウトを請求することもできるが最初のタイムアウトが終了する前に請求しなくてはいけない。NHL ルールでは一方のチームが取ったタイムアウト中に 別のチームからタイムアウトを請求して延長することはできない。ハンドボールでは1回60秒のタイムアウトを前後半、各2回まで1試合最大3回まで取ることができる。ただし試合時間が残り5分を切ると両チーム1回しかタイムアウトを取ることができない。また延長戦ではタイムアウトを取ることができない。自チームがボールを持っている時に限りオフィシャルに対して 緑のカードを示すことで請求する。フットサルでは前後半に1回ずつタイムアウトを取ることができる。時間は60秒。卓球では1試合で1分間のタイムアウトを取ることができる。追求では攻撃中に限り1試合で2回の1分間のタイムアウトを取ることができる。延長戦では1回追加される。 つまりは延長戦までに1回もタイムアウトを取らなかった場合は3回取ることが可能である。ローラーホッケーでは前後半に1回ずつ1分間のタイムアウトを取ることができる。インラインホッケーでは1試合に1回のみ30秒間、もしくは1分間のタイムアウトを取ることができる。ラクロスでは前後半に2回ずつとオーバータイムに1回、それぞれ90秒間のタイムアウトを取ることができる。 ただしサドンビクトリーのピリオドでは不可。加えてオフィシャルタイムアウトも取られる。カーリングではエキストラエンドを除いて1試合に2回、エキストラエンドでは1エンドにつき1回のタイムアウトを取ることができる。タイムアウトをエキストラエンドに持ち込んだり、エキストラエンドから次のエンドに持ち込むことはできない。時間は60秒。カバディでは前半、後半で、 各2回タイムアウトを取ることができる。時間は30秒。その他に負傷者が出た場合のメディカルタイムアウト、判定の審議を行うジャッチングタイムアウトも存在する。テニスでは負傷による治療のために取られるメディカルタイムアウトを単にタイムアウトと呼ぶ場合がある。日本有利、おかしい、イラン監督が批判、バレエサンスポー、コム卓球の基本的なルール。 公益財団法人日本卓球協会、ナンバー94タイムアウトは、CM 枠サッカーの話をしようをお済み、吉行オフィシャルアーカイブサイト、2012年9月3日閲覧。ナンバー106タイムアウトを実際に見て、サッカーの話をしようをお済み、吉行オフィシャルアーカイブサイト、2012年12月29日閲覧。ありがとうございます。